ママ、美味しいわ。日本のお寿司、今やるよ。あら、美味しいのは寿司だけじゃないわよ。パパ、ネタが新鮮だねー。お母さんには、内緒だぞ。お兄ちゃん、このお店、素敵ね。そうだね。ケンボー、美味しいよ。は？早いわ、早すぎるのよ、ママ。一体、何がどうなってるの？第三次大戦よ、パパ、お寿司の新幹線だ。いや、リニアモーターカーだ。お兄ちゃん、怖い。一体、何が？ケケンボー。ふっ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 。マッドローリング作戦、大成功。愚かな人間たちよ。目の前で回る美味しそうなお寿司が食べられなくて。苦しむがいい。人間どもめ、死ぬがいい。もう我々は、地球をこの手に、握ったも同然である。お寿司だけに。さらに、我々にはもう一つの作戦がある。名付けて、ネオマッドグリーン作戦。地球の農業コンビナート農百姓さんが大事に育てたワサビを、我がジュラル製で育てると、このように、キモ可愛い姿になる。驚くべきことに、このジュラルワサビは、地球のワサビの500倍効くのだ。すごい。このジュラルワサビを使ったお寿司を食べれば、いかにあのチャージ満件とはいえ、無事では済むまい。はははは。はお寿司の回転速度を下げろ。こちらを皆殺しにするのだ。しかし、魔王様、結局お寿司の回転速度を下げるのなら、マッドローリング作戦は、何のためにあったのでしょうか？気にするな！あら、なんだか、普通の速さに戻ったみたい。なんだったんだろうね。食べられれば、それでいいでです。よっしゃ、とりあえず、ジュラルお寿司を、一皿用意できた。あ、魔王様、剣の奴が、食べたお寿司の皿を、戻しています。なんだと。お兄ちゃん、ダメよ、食べ終わった。お寿司のお皿を戻しちゃ。えへへへ、ごめん、つい、やっちゃうんだ。えへへへへ。剣坊、一歩間違えたら、犯罪ですぞ。えへへへへへ。うわうわ、かむかむわ、剣の奴め、慣れた手つきをしているわ。魔王様、剣が、お寿司について、何やら語り始めました。むん。ところで、お兄ちゃん、どうしてお兄ちゃんは、お稲荷さんばかり食べるの？それはね、ケロン。お稲荷さんは、ただのお寿司なのに、さん付けだろ？つまり、お寿司の中でも一番、偉いってことなんだ。そうなんだ。剣坊は、物知りだな。なんという変色人間。しまった。奴は、お稲荷さんしか食べないのか。お稲荷さんには、わさびを入れない。このままでは、ネオマッドグリーン作戦は、失敗だ。しかし、魔王様、お稲荷さんにも、ジュラルわさびを入れれば、良いのではないですか？何を言う、お稲荷さんには、わさびは入れない、常識だろうが。しかし、常識はともかく、剣を倒せれば良いのでは？バカモン、理屈を言うな。今、お前笑っただろう。いえ。ここだ、ここだ。うん、おかしいと思ったら、やっぱりそうか、ジュラル星人、覚悟しろ。チャージゴー！今日は見逃してやる、チャージマン剣ね。ママ、まるで、何事もなかったようだわ。平和が、一番あるよ。剣法九条のおかげよ。パパ、あの、ワカメのお寿司って、うまいのかな？あ、やめておけ。これでもう、安心ね。お礼に、タダにしてくれたから、もっと食べようぜ。ゲスでゲス。お兄ちゃん、せっかくだから、お稲荷さん以外の、お寿司も食べてみたら？そうだな、たまには、食べてみようかな。これがうまそうだ。ええ？お兄ちゃん、大丈夫？腐ってない？ケ剣坊。
お兄ちゃーん。けけけけけけんぼう。